黒猫、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役、朗読桜岡舞。私がこれから書こうとしている極めて奇怪な、また極めて素朴な物語については、自分はそれを信じてもらえるとも思わないし、そう願いもしない。自分の感覚でさえが自分の経験したことを信じないような場合に、他人に信じてもらおうなどと期待するのは本当に正気の沙汰とは言えないと思う。だが私は正気を失っているわけではなく、また決して夢見ているのでもない。しかし明日、私は死ぬべき身だ。で、今日のうちに自分の魂の重荷を下ろしておきたいのだ。私の第一の目的は、一連の単なる過程の出来事をはっきりと簡潔に注釈抜きで世の人々に示すことである。それらの出来事はその結果として私を恐れさせ、苦しめ、そして破滅させた。だが私はそれをくどくどと説明しようとは思わない。私にはそれはただもう恐怖だけを感じさせた。多くの人々には恐ろしいというよりもバロックなものに見えるであろう。今後、あるいは誰か知者が現れてきて、私の幻想を単なる平凡なことにしてしまうかもしれぬ。誰か私などよりももっと冷静な、もっと論理的な、もっとずっと興奮しやすくない知性人が、私が畏怖を持って述べる事柄の中にごく自然な原因結果の普通の連続以上のものを認めないようになるのであろう。子供の頃から私はおとなしくて情け深い性質で知られていた。私の心の優しさは仲間たちにからかわれるくらいに際立っていた。とりわけ動物が好きで、両親もさまざまな生き物を私の思い通りに飼ってくれた。私は大抵それらの生き物を相手にして時を過ごし、それらに食べ物をやったり、それらを愛撫したりする時ほど楽しいことはなかった。この特質は成長するとともにだんだん強くなり、大人になってからは自分の主な楽しみの源泉の一つとなったのであった。忠実な利口な犬を可愛がったことのある人には、そのような愉快さの性質や強さをわざわざ説明する必要はほとんどない。動物の非利己的な自己犠牲的な愛の中には、単なる人間のさもしい友情や薄っぺらな真偽をしばしば舐めたことのある人の心を直に打つ何者かがある。私は若い頃結婚したが、幸いなことに妻は私と性の合う気質だった。私が家庭的な生き物を好きなのに気がつくと、彼女は檻さえあればとても気持ちのいい種類の生き物を手に入れた。私たちは鳥類や金魚や一匹の立派な犬やウサギや一匹の小猿や一匹の猫などを飼った。この最後のものは非常に大きな美しい動物で、体中黒く驚くほどに利口だった。この猫の知恵のあることを話すときには、心ではかなり迷信にかぶれていた妻は、黒猫というものがみんな魔女が姿を変えたものだという、あの昔からの世間の言い伝えをよく口にしたものだった。もっとも彼女だっていつでもこんなことを本気で考えていたというのではなく、私がこの事柄を述べるのはただちょうど今ふと思い出したからに過ぎない。プルートというのがその猫の名であったは、私の気に入りであり、遊び仲間であった。食べ物をやるのはいつも私だけだったし、彼は家中私の行くところへどこへでも一緒に来た。往来家までついてこないようにするのにはかなり骨が折れるくらいであった。私と猫との親しみはこんな具合にして数年間続いたが、その間に私の気質や性格は
一般に酒癖という悪気のために急激に悪い方へ、白状するのも恥ずかしいが変わってしまった。私は一日一日と気難しくなり、癇癪持ちになり、他人の感情などちっとも構わなくなってしまった。妻に対しては乱暴な言葉を使うようになった。しまいには彼女の体に手を振り上げるまでになった。飼っていた生き物ももちろんその私の性質の変化を感じさせられた。私は彼らを構わなくなっただけではなく、虐待した。けれども、ウサギや猿や、あるいは犬でさえも、何気なく、または私を慕ってそばへやってくると、遠慮なしにいじめてやったものだったのだが、プルートをいじめないでおくだけの心遣いはまだあった。しかし、私の病気は募ってきて、ああ、アルコールのような恐ろしい病気が他にあろうか。ついには、プルートーでさえ、今では年をとって、従っていくらか怒りっぽくなっているプルートーでさえ、私の不機嫌のとばっちりを受けるようになった。ある夜、町のそちこちにある自分の行きつけの酒場の一つから、ひどく酔っ払って帰ってくると、その猫がなんだか私の前を避けたような気がした。私は彼を引っ捕らえた。その時彼は私の手荒さにびっくりして、歯で私の手にちょっとした傷をつけた。と、たちまち悪魔のような憤怒が私に乗り移った。私は我を忘れてしまった。将来の優しい魂はすぐに私の体から飛び去ったようであった。そして、人酒におだてられた悪鬼以上の憎悪が、体のあらゆる筋肉をブルブル震わせた。私は、直帰のポケットからペンナイフを取り出し、それを開き、そのかわいそうな動物の喉をつかむと、悠々とその眼下から片目をえぐり取った。この憎むべき兆候を記しながら、私は表をあからめ、体がほてり、身震いする。朝になって理性が戻ったとき、一晩眠って前夜の乱交の毒気が消えてしまったとき、自分の起こした罪に対して半ば恐怖の半ば悔恨の情を感じた。が、それもせいぜい弱い曖昧な感情で、心まで動かされはしなかった。私は再び無節制になって、まもなくその行為のすべての記憶を酒に紛らしてしまった。そのうちに猫はいくらかずつ回復してきた。目のなくなった眼下はいかにも恐ろしい様子をしてはいたが、もう痛みは少しもないようだった。彼は元通りに家の中を歩き回っていたけれども、当たり前のことであろうが、私が近づくと、ひどく恐ろしがって逃げていくのだった。私は前にあんなに自分を慕っていた動物がこんなに明らかに自分を嫌うようになったことを初めは悲しく思うくらいに昔の心が残っていた。しかしこの感情もやがて癇癪に変わっていった。それからまるで私を最後の取り返しのつかない破滅に陥らせるためのように天の尺の心持ちがやってきた。この心持ちを哲学は少しも認めてはいない。けれども、私は自分の魂が生きているということと同じくらいに、天の尺が人間の心の原始的な衝動の一つ、人の性格に命令する分かつことのできない本源的な性能、もしくは感情の一つであるということを確信している。してはいけないという、ただそれだけの理由で、自分が邪悪な、あるいは愚かな行為をしていることに、人はどんなにかしばしば気づいたことであろう。人は掟を、単にそれが掟であると知っているだけのために、その最善の判断に逆らってまでも、その掟を破ろうとする永続的な成功を持ってはいないだろうか。
この天の尺の心持ちが今言ったように、私の最後の破滅をきたしたのであった。何の罪もない動物に対して、自分の加えた障害をなおも続けさせ、とうとうし遂げさせるように私をせっついたのは、魂の自らを苦しめようとする、それ自身の本性に暴虐を加えようとする、悪のためにのみ悪をしようとする、この不可解な絶望であったのだ。ある朝、冷然と私は猫の首に罠をはめて、一本の木の枝に吊るした。目から涙を流しながら、心に痛切な悔恨を感じながら、吊るした。その猫が私を慕っていたということを知っていればこそ、猫が私を怒らせるようなことは何一つしなかったということを感じていればこそ、吊るしたのだ。そうすれば、自分は罪を犯すのだ。自分の不滅の魂をいとも慈悲深く、いとも恐るべき神の無限の慈悲の及ばない彼方へ置く。もしそういうことがあり得るなら、ほどにも危うくするような極悪罪を犯すのだ、ということを知っていればこそ、吊るしたのだった。この残酷な行為をやった日の晩、私は火事だという叫び声で眠りから覚まされた。私の寝台のカーテンに火がついていた。家全体が燃え上がっていた。妻と召使いと私自身とは、やっとのことでその火災から逃れた。何もかも焼けてしまった。私の全財産はなくなり、それ以来私は絶望に身を任せてしまった。この災難とあの凶行との間に因果関係をつけようとするほど、私は心の弱いものではない。しかし、私は事実のつながりを詳しく述べているのであって、一つの間でも不完全にしておきたくないのである。火事の次の日、私は焼け跡へ行ってみた。壁は一箇所だけを除いてみんな焼け落ちていた。この一箇所というのは、家の真ん中あたりにある、私の寝台の当番に向かっていた、あまり厚くない仕切り壁のところであった。ここの漆喰だけは、だいたい火の力に耐えていたが、この事実を、私は最近そこを塗り替えたからだろうと思った。この壁の周りに真っ黒に人がたかっていて、多くの人々がその一部分を綿密な熱心な注意を持って調べているようだった。妙だな、不思議だね、という言葉や、その他それに似たような文句が私の好奇心をそそった。近づいてみると、その白い表面に薄肉彫りに彫ったかのように巨大な猫の姿が見えた。その後は、全く驚くほど正確に現れていた。その動物の首の周りには縄があった。最初、この妖怪というのは私にはそれ以外のものとは思えなかったからだが、を見たとき、私の驚愕と恐怖とは非常なものだった。しかし、あれこれと考えてみて、やっと気が休まった。猫が家に続いている庭に吊るしてあったことを私は思い出した。火事の警報が伝わると、この庭はすぐに大勢の人でいっぱいになり、その中の誰かが猫を木から切り離して、開いていた私の窓から私の部屋の中へ投げ込んだものに違いない。これはきっと私の寝ているのを起こすためにやったものだろう。そこへ他の壁が落ちかかって、私の残虐の犠牲者をその塗りたての漆喰の壁の中へ押し付け、そうしてその漆喰の石灰と火炎と死骸から出たアンモニアとで自分の見たような像が出来上がったのだ。今述べた驚くべき事実を自分の良心に対しては全然できなかったとしても、理性に対してはこんなにたやすく説明したのであるが、
それでも、それが私の想像に深い印象を与えたことに変わりはなかった。いくつきもの間、私はその猫の現像を払いのけることができなかった。そしてその間、開墾に似ているが、そうではないある漠然とした感情が、私の心の中へ戻ってきた。私は猫のいなくなったことを悔やむようにさえなり、その頃行きつけの悪所で、それの代わりになる同じ種類の、またいくらか似たような毛並みのものがいないかと、自分の周りを探すようにもなった。ある夜、ごくたちの悪い酒場に、半ば呆然として腰掛けていると、その部屋の主な家具を担っている、陣酒かラム酒の大樽の上に、なんだか黒いものがじっとしているのに突然注意を引かれた。私はそれまでの数分間、その大樽のてっぺんのところをじっと見ていたので、今私を驚かせたことは、自分がもっと早くそのものに気づかなかったという事実なのであった。私は近づいていって、それに手を触れてみた。それは一匹の黒猫。非常に大きな猫で、プルートーくらいの大きさは十分あり、一つの点を除いて、あらゆる点で彼にとてもよく似ていた。プルートーは体のどこにも白い毛が一本もなかったが、この猫は胸のところがほとんど一面にぼんやりした形ではあるが、大きな白い斑点で覆われているのだ。私が触ると、その猫はすぐに立ち上がり、盛んにゴロゴロインコを鳴らし、私の手に体をすりつけ、私が目をつけてやったのを喜んでいるようだった。これこそ、私の探している猫だった。私はすぐにそこの主人に、それを飼いたいと言い出した。が、主人はその猫を自分のものだとは言わず、ちっとも知らないし、今までに見たこともないというのだった。私は愛撫を続けていたが、家へ帰りかけようとすると、その動物はついてきたいような様子を見せた。で、ついてくるままにさせ、歩いていく途中で、折々かがんで軽く手で叩いてやった。家へ着くと、すぐに居ついてしまい、すぐ妻の非常なお気に入りとなった。